がえー、とこんばんはバツイッチーです私は昔から口臭があり大人になったからさらにひどくなりました口臭外来に通ったりいくつかの科で病院で検査もしましたがすべて異常なしでした人と話すことが好きで接客業をしてましたが日頃から臭いと言われたり鼻をされることも多く仕事を辞めました子供が成人するまではたきたいのですが次の仕事をするのも怖いですどうしたらなのでしょうかちなみに自分では尿ときにがあり尿とはおなら臭やうんち臭がします 口臭、まあ、外来に行って検査をして問題なかったとすると、多分口の中の問題じゃなくて、内臓とか胃の中の問題なんじゃないですかね。あのそのえの胃のだったり食道だったりがその炎症を起こして腐敗していて、その匂いがあの口から上がってくるっていう場合もあって、ただ、ちゃんとした口臭外来だったらそこまで調べてくれる気もするので、ひょっとしたら違うかもしれないんですけど、 で別にあのコミュニケーションが好きであれば、あのリモートでやる仕事をやればいいんじゃないですかね。あの今時その保険の説明系の仕事とかって、割とあのリモートで予約してしゃべったりとか、あのカスタマーサービスとかも今、リモートで受けてやるっていうのがざらにあるので、なのであの普通にリモート系の仕事すればいいんじゃないかなと思いますけど。 なので、あの今はその人類の技術は進んでいて、あの直接人と会わなくても、人と会話をするという仕事で金を稼ぐことができるようになったので、なので、あの技術の恩恵を受ければいいんじゃないかなと思いますけども。